検討したんですが、惜しくも1回戦敗退いたしました山口茜選手の記者会見を行います。まず試合を振り返って今の思いを一言お願いします。こんにちは試合は、負けてはしまったんですけど、楽しかったですし、自分らしいプレーが、たくさん出たんじゃないかなと思います。会場が沸いたので嬉しかったです試合の中よかったってことか。相手の速いスピードにはついていけていたので、自分の攻撃のショットでミスがあったり決めきれなかったところがもう少しだったかなというふうに思います。はい、タイ・ツイン選手ロンドンオリンピック金メダルでランキング1位の人なんですが、ランキング1位の人と戦ってみて、どういう、手応えって言ったらあれなんですけども、どういう感じだったのかと、あと、すごいところというのかな、どういうところがあったかお願いします。すごいところというのは、相手の調子が今一つっていうことがあったかもしれないですけど、簡単にボコボコにやられるっていう試合ではなかったので、自信になったっていうか、少しは戦えるっていう手応えはありました。少し頑張れば1位に大丈夫か。それは難しいと思います。はい、それでは質問を受けいたします。気象姿勢、はい、名誉お話の上、質問をお願いします。どなたがいらっしゃいますか。NHK の佐々木です。2ゲームの途中で相手がチャレンジして、でそれがインになって、でそこでちょっと相手が明らかにスピードを上げてきたなと思ったんですけど、そこのところで、茜さん本人はどういうふうに感じましたか。スピードが上がったかどうかは自分的にはよく分かってなかったんですけど、一気に追い上げられて逆転されてっていう感じで、嫌な感じではあったんですけど、大きく離されずに我慢してちょっとの点差でついていけたことは良かったと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。対戦したい相手だというふうに大会前来たんですけれども、実際そのやる前に考えていた対策とかというのはどういったことか、またそれが実際どうだったのかというのを教えてください。対策は特に決めてなかったんですけど、今日の目標はノータッチをどれだけ少なくするかっていうことだったんで、あったのはあったんですけど、自分の中では少ない方だったと思うんで、それは良かったと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。読売新聞の平野と言います。お疲れ様です。世界一の選手と戦ってみて、また改めて、自分が通用するなと思った部分、平野とのあたりになりますか。昨日自分が2試合してて、相手が今日が初めての試合っていうこともあったと思うんですけど、コントロールして回していくと相手の方が先にミスしてくれることが多かったんで、そこは
相手によってまた変わると思うんですけど、通用する部分で、はあると思います。はい、他にどなたかいらっしゃいますか。日本経済新聞の郷六と申します。お疲れ様でした。第3ゲームの終盤まで、互角の勝負で、まあ一歩間違えばというか、まあ、どう転んでもおかしくない試合だったと思うんですけど、最後のその、まあ、4点、ほどを取り合う中で何が相手が上回ったというふうに分析されますか。と自分が勝ちを意識してしまって、まあ、攻撃で狙っていったのを大きくアウトしてしまって、そこからあまりコースを思い切って狙えなくなったのと、あとはそれが相手によるプレッシャーだったり、相手が経験値が上だったり、まあ、相手の方が1枚で2枚の上手だったと思います。はい、他に、日刊スポーツの島ですが、今勝ちを意識してしまっているっておっしゃいましたけど、勝てるかもなって思ったのってどこら辺から見たりと、ファイナルの17-16で一回自分が逆転したときに、まあ、そこから次一気に行けば勝てるかもなと思ったんですけど、まあ、次普通に取られちゃったらその流れはちょっと微妙でした。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。福井新聞の屋敷です。あ、お疲れ様でした。まあ、夕方杯から帰ってまたさらに地元帰って県の高校総体、さらに、まあ、その東京で連戦が続きます。疲れの方はどうでしょうか。そんなに、はい、ないと思います。よく動けてたと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。サンケイスポーツからいきます。お疲れ様でした。まあ、経験とかが相手が経験とか相手が一番の2番で終わってだったという話でしたから、その差を埋めていくために今後自分自身がどういうことをしていかないとならないと今思っています。試合中に同じパターンじゃなくて、その攻撃パターンだったり配球を変えて、いろんなパターンのラリー展開ができるようにすることと、何気ないつなぎとかのミスをより少なくしていきたいと思います。はい、他にどなたがいらっしゃいますか。よろしいです。はい、下新聞の青山と申します。まだ山口選手17歳ということで、まあ、今日残り8試合で戦っていろいろな手応えもつかんだ中で、将来的にはどういう選手に。将来的には具体的な大きな目標はまだ設定してないんですけど、今日みたいないいプレーといいますか、自分のプレーが日本に限らずどこの国に行ってもどんな時にでも出せるような選手になりたいと思っています。
はい、他に。読売新聞の田中といいます。お疲れ様でした。今日の大会とかちょっと離れちゃうんですけれども、夏にインターハイが、レバーからインターハイがありますけれども、それに向けてどのような試合をしたいでしょうか。インターハイは去年は優勝して、連覇とかもよく言われるんですけど、高校生でもみんな強いので、もちろん優勝は出るからには狙っていきたいんですけど、SNS戦、取りこぼしのないようにというか、高校生の試合なので、勝ちにこだわってやっていきたいと思います。はい、他にいらっしゃいますか。よろしいですか。はい、それでは山口茜選手の記者会見。